エボシ計上は、大阪府河内長野市北町のエボシ計山にあった、日本の城。別名、おしこ型城。奥河内の名所である、高野街道の沿線にあり、城跡は、国の史跡に指定されている。また、日本遺産、中世に出会える町千年にわたり、守られてきた中世文化遺産の宝庫の、厚生文化財の一つでもある。 現在は、エボシ系公園となっており、これについても平気する。エボシ系公園展望台から、北方向の長目クスノキマが築城したクスノキ、七条の一つで、上赤坂城の市条の山城である。東側斜面に、エボシ系八幡神社、北側斜面に、エボシ系古墳がある。2012年1月に中世から、 近世諸島にかけての政治、軍事の歴史を理解する上で重要として、大阪府で70年ぶりの国の史跡に指定された。横堀を利用した遊歩道や案内板などの整備が行われているが、碁市系八和田神社の新域とされたこともあり、市街地に近いにもかかわらず、大規模な改変工事等は行われなかったため、随所に安土桃山時代の遺構が、 比較的良い保存状態で残されている。標高182メートルのエボシ計算の山頂部に、置し北と、西は、断崖でその足元には石川、東側は、貸し段丘が広がり甘み川に落ち込んでいる。よって、東西北の三方は川に囲まれ、南方のみを開けた構造で、外堀の役割を果たしている。付近には、 京都堺と高野山を結ぶ東高野街道と西高野街道が高野街道に合流する地点があるほか、河内国から泉国へ抜けるが泉街道、木の国とを結ぶ九十道、山和国へは大沢越えの道などが分岐しており、交通の要衝であった。上角の規模は東西約180メートル、南北150メートルと比較的小規模な部類に入る。 ただし、多彩な構造物が施されており、氷炭型の主角とそれを取り囲む逆 L 字型の腰車を中心に土塁と横彫りが作られ、尾根には掘り切り、主角の北側には切り岸が設けられている。東域周辺の諸城では掘り切りが用いられるのが多いのに対して、東城は土塁と横彫りの多くが効果的に配置された構造になっている。現在の城郭は、 食方形城郭の三要素のうち、瓦の使用と、祖石建物の建造が当てはまることから、中世の土類を、主とした城郭から発展していく、過渡期のものであると推定されている。現行二年、小教元年、楠木正重が上赤坂城の市場として、追記の伝承があり、南北朝時代に、主に南朝の楠木氏の城として、 北朝の畠山市との争奪戦が行われたと伝えられる。平家物語には、源の雪家が籠上した長野城が登場するが、当時の江干形状があった地域が、長野層と呼ばれていたため、有力候補地の一つとされている。高野街道を眼下に見下ろす要所の地にあるため、室町時代、戦国時代には、吉成流畠山市と、 成長流畠山氏の家徳争いによる争奪戦が行われ、応仁文明の乱へと発展していた。立花の死く木の系図、海野師楠くすの木系図によると天文年間には、楠すの木正末の子孫である海野章氏の当主高成が上主であったが、畠山氏の畠山帝国によって落とされ、元気年間には、海野章正春が上主であったとするが、 畠山帝国のある人物は、実在が確認できず、これらの系図は、長寿の父を、畠山氏と対立する、松永久秀家臣の楠の木正虎としているなど、不審な部分が多い。一方で、川州町防止系淡ワ宮グ電球では、貝野章正康の四代前がエボシ形状で、誕生したとあり、上司家は不明だが、 海の少子が江ボシ形状に属する立場であった。可能性は高いと思われる。実際に確認できる江ボシ形状史として、工事年間の薄い定ずみがいる。その後の三好氏と畠山氏の争いで、江ボシ形状も三吉氏の手に落ちるようになったと思われ、永禄十年には三好三人衆方が立てこもる。登場を畠山方の寝頃でラシュトが攻めるが、 落城しなかった。その後も、畠山高生や根頃でラッシュと等が幾度も入城して、三好市議に,に抵抗した。足利清木によると、畠山明高が、湯座神教に殺害された際、湯座市下神である草壁氏がエボシ形状を宮、宮崎張りダイブ、宮崎かのめ女,女兄弟を追って選挙したが、宮崎兄弟は、明高一神の薄い女は、三宅地線。 伊地地文太夫と協力しエボシ刑場を奪還したという。以降、彼らエボシ刑衆は、織田信長の家臣団にそのまま組み込まれ、当域を支配した。天正3年には、織田信長が河内を平定し、城郭の破却、特政令を発布したが、当場は、特政令に背く、本郷寺に対する拠点や周辺地域の戦略上の拠点として、そのまま維持された。 ルイス・フロイスの日本史、イエズ・ス会日本年報によると、1582年段階で、エボシ形状には3人の領主がおり、これまで、うち一人のイジチ・ブンタオットのみがキリシタンであり、最も復帰な領主がこの年消えしたが、受選の数日後死去したという。上下では、キリスト教が奨励され、南河内の一大拠点として大いに賑わいを見せた。エボシ形状は、 岸和田城主である中村和二の史上となり、天正十二年には豊臣秀吉の命により、奇襲攻めの拠点として改築なども行われ、翌年に奇襲が閉廷された。天正十五年には、キリシタン近世により、キリシタン領主たちは、当域を追放され、聖堂も破壊された。その後の登場は、特に使用されることなく放置された。 海野章氏は河内の桜により国を離れ、浜松で徳川家康に仕えたが、大阪の陣で海野章真っ盛春の古聖坊が幕府方として河内の道案内を行ったことにより、海野章氏は戦後加増されて、旗本として再び古地である江干し形状に戻ってくることができたという。しかし、大規模なこの城を維持できずに、現那三年に、 廃城処分にした。昭和30年代に、風地公園として、エボシ計上跡を含む、エボシ計山の敷地に開園された。エボシ計山に、横堀を利用した、遊歩道が整備された公園であり、ありのまま自然が残されている。その他、プールや展望台などがある。エボシ計遺跡という古墳時代後期の円墳があり、過去の調査で、 自然石で構成された横穴式石室の存在が確認されている。市内にある公園の中でも長年整備されないままであったため、この公園自体をエボシ形状跡と認識されることも多い。現在は園内の案内図によると一部を除いて再整備がなされている。南海高野線、近鉄長野線河内長野駅から南海バスの岩、有線、南課題。 南が丘線、南課題、大谷線、西町線、南青葉台線、モックルコミュニティバスのいずれかの路線で、上田停留場を下車後、上田町北交差点から西へ、約600メートル。半和自動車道、三原北インターチェンジから国道170号、もしくは、国道309号を経由し、国道371号上田町北交差点から、西へ、約600メートル。 ありがとうございます。